あら、キリュウ君、これから部活かしら。その理事長代理って呼び方どうにかならないかしら。これから理事長室で執務よ。まったく面倒ったらあるしな。まあ暇があったら顔でも出してよ。バンドのこととかいろいろ聞きたいし。演奏してよ。キリュウ、第3弦が伸びちゃってるよ。これじゃあ音合うわけないよ。このギターはリリスがそのうちお引っ越しするんだから大事にしてほしいの。そうだよ、契約はとても神聖なの。誓いを破ったらリリス死んじゃうんだから。ああ違うって。ギリュウ、間違い多いよ。リリスが教えてあげる。
調子悪い？演奏に全然力がないよ。魔法便利だよ。それはキリュウが魔法の勉強してないからだよ。人間族だってすっごい魔法使える人もいるんだよ。描いた人だって人間族だし、知らない？キルシロナナイちゃん、絵の中に住んでいる魔法生命なんだよ。そうそう、持つ力と魔法の力って似てるんだよ。実際に音楽を使った魔法って多いし、音楽を作る魔法だってあるんだよ。はあ、リリス、用事があるんだった。キリュウ、今何時なの？
間違って中に入れられちゃったの。だからリリス、キリュウにお願いしたいの。ここから出してほしいの。結界があって、ちゃんとクレーンでキャッチしないと外に出られないの。クレーン誘導するから、言われた通りやれば一発だよ。大丈夫大丈夫。そっちじゃない、もっと右。もう少し前だよ、キリュウ。もうちゃんと見るの。はあ、それじゃ隣のに引っかかっちゃう。意外と不器用だね。キリュウ、うまいうまい。ありがとう。